絶たれた魂。その日、伊予の勢は鬼の精鋭たちを集め、さらに堅牢な守りを固めた。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。伊予の分身が近くに潜んでいるのであろう。鼻をつく血の匂いが辺りに満ち満ちている。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。火の少量が遠くからクロードのことを見澄ましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく。死んでもらうぞ、ソルボ。地獄に落ちろ。
クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはず。だがそれは別の機会に語ることとしよう。